イクシー先生、女の子を描く際に一番好きな箇所はどこですか？どこだろう。あんまり好き嫌いないな。そういえば。質問多くね。ちょっと、お前だけ、俺だけで喋ってるわけじゃねえんだから、ちょっとお前。どんだけ質問すんねん、お前。インタビューかよ。すいません、先生から吸収したいことたくさんあったので質問全然。吸収できないだろ。そんなに質問しても吸収できんだろ。いやー、まあいいけどね。だって、あと、俺が一番角度で好きなところを聞いて何を吸収するんだよ。もうちょっとなんか吸収できそうな質問なら答えるよ、じゃあ。君の画力アップにつながりそうな。俺が一番角度が好きなのとか聞いてもさ、お前なんか、あれじゃねえか、なんか合コンとかの会話みたいになってるじゃねえか。イラストレーター同士の合コンの会話みたいになってる。なんか描くとき一番なんかフェチズム感じるとこどこですか？あそこ描くのいいですよねとか言って、なんか